言うとさ、いや作るねとかやっぱ発想が悪いでしょ。いやでもマニいいんですよね。いやいいですいいですいいです、はい、もう頑張ってますから。はい、さあ続いてなんですけども、うん、こちら日本一無駄なことに頭脳を使う現役復帰東大生アイドルということなんですけども、今やっぱり東大ブームみたいなのがありますからね。まあ、確かにね、冬番組やなんやでも結構ね出てありますからね、はい、繋いでみましょう。もしもし、はい、どうも浜田さん、はい、お久しぶりです。ん、そうなんです、お久しぶりです。あの東京大学から来ました、はい、ブレイン田中です。お願いします。ブレイン田中さんです。はい、お久しぶりということは、はい、お会いしてるということですもんね。はい、あの以前クイズ番組で浜田さんと。俺クイズ番組なんかやってんの？やっとるわ。何やってんの？鶏肉。ああ、鶏肉番組。はいはいはい、あれ何番組だと思ったんですか？ああ、そうかそうかそうか、はい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 。そんな、はい、田中さん、はい、浜田さんにアピールとは一体どんなことでしょうか？何何、はい、あの皆さん、あのアキラ 100% さんのあのお盆芸ご存知だと思うんですけど、はい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 、あのアキラさんって結構失敗してたりするんですよね。はい、そうそうそう、はい、でもそれを、うん、僕あの東大で培った知識を使えば、はい、数式に基づいて、はい、もう 100% 成功するあのお盆芸をできるんだということを、はい、今日は実証したいと。マジでこれぞ 100% だと。アピールタイムに参りましょう。よし、失敗しないと。それではですね、あの今回お盆芸が 100% 成功する、まず回転する速度を求めたいと思います。うん、東大だ。僕の一元はですね、先ほど測ったところ直径15cm。知らんまで、はい、もうテレビの映像はですね、うん、1秒間に30コマです、うん、でなのでコマとコマの間30分の1秒の間にお盆を回せば僕の一元が映ることはありません。ほうほう、その速度を求めると回転速度はオメガイコール31ラジアン毎秒ということが分かりました。いやいやいや、はい、ほう、ではですね、はい、この速度を実際に僕が出せるのかというのを求めたいと思います。なるほどなるほど、すごい、はい、僕の握力は 50kg なので、まあ、円盤の完成モーメントという式から、私田中が出せる各速度はオメガ田中イコール69ラジアン毎秒ということが分かりました。ほう、これはですね、先ほど必要だった31ラジアン毎秒のもう限界ですね。いやでもあの回転をそうやって分析するってさすがやっぱ東大生ですね。でも論より証拠見たいですよね、本当に。できるかどうか。できるかどうか。ちょっと田中さん、はい、本当に大丈夫なんですか？あ、もうこの数式に偽りはもう間違いないので 100% 成功するって、あの今からちょっと実証させていただいてもいいでしょうか。いいですよ、はい、はい、お願いします。東大生はそういったことを、そうなんですやること自体がもう日本最高峰のね、ねえ、迫力は。親は何のためにお前どうすんのこいつ官僚とかになったらこの V… あ、見えたまさかでした。あいつ何なんだ、バカやな。バカです、東大生です。いやいやいや、いやでもちょっと今のも踏まえて、はい、判定お願いします。ごめん田中さん、これはもうゲームだぜ。ゲームありがとうございます。お前やる前にちょっとチラッと何かがあったぞ。本当ですか？はい、いやそんなことないはずです。いや、あのここからスタンバイだった問題でしょう。まあちょっと一物はちょっとチラッと見えちゃったんですけど、でも呼ぶことは呼ぶんです。 ありがとうございます。もう呼ぶな決定やから、はい、じゃあちょっと本当に一回じゃやって最後やってみましょうよ。お前見えへんか、はい、行かせていただきます、はい、ダメだよダメだよあれもダメだよ